どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。見つけました。赤レンガ。よし、踏み込むぞ。はい。ところで兄貴、その神田って野郎が何かしたんですか。つい数時間前、風間組が何も来ない襲撃され、登場会若頭の柏木さんが殺された。え、柏木さんが死ぬ前に残した言葉だが、どうやら登場会内部に裏切り者がいるらしい。そしてその可能性が一番高いのが神田だ。おしゃべりしてる暇はない。行くぞ。はい。ホテル赤レンガ。しかし厄介だねー。なんかこうわざわざ命を狙ってくる奴がいるってーのはさー。いらっしゃいませー。さあ乗り込んでこうぜ。ちょっとちょっとお客さん。ん？うちはビジネスホテルじゃないんだよ。カップル以外はお断り。ああ。どういうそういうことか。あんたたちどうせろくな商売してない人たちでしょう。ああ。うちの部屋使って犯罪まがいのことされても困んのよ。なるほど。要は目的がはっきりしてないとダメみたいですね。どうしたの？ねえおばちゃん。はい。カップルじゃなきゃダメなんですよね。そうですよ。まさか。私と兄貴はラブラブなカップルだから問題ないでしょ。普段はカッコつけてるけど、たまにはイチャイチャしたいのよ。やめろ。あんたたちそうだったの。いや覗きに来んな。それならいいわよ。覗くな。今この401しか空いてないから、安い分狭いけど我慢してね。隣の隣が403つだな。そういえばエレベーター奥にあるから、ごゆっくり。おい、その窓は何だと思ってんだ。見に来んな。神田も確か4階でしたよね。ああ。でかい組織の親分なのに金ないんすかね。まあ確かに。自分で金出すのが嫌いなだけなんじゃないのか。ケチな野郎だな。ったく、いつまでやってんだお前。おい、つい、すいません。ついじゃねえ。いやいやいや、力也のよろ、もうなんであんな安心しきった顔してんだよ。それまあ、キリュウさん頼もしいけどさ。あ、そう。さあ、403、ここだね。ここですね。うん。遅いやないか、姉ちゃん。何やお前ら。まだことも始まってないようだし、少し時間をもらえるか。誰やお前。登場会四代目桐生一馬だ。何やと。何ちゅう格好してんだ。これは四代目。なんでこのようなとこまでわざわざ。あんたに聞きたいことが。敵が来たぞ。嘘やん。お前逃げんな、そんな格好で。左ね。あー、めんどくせえ。上行ったか下行ったかわかんねえな。上と下はどっちに行ったんだ。兄貴、俺はこいつら倒した後下に行ってみます。兄貴は上に行ってください。わかった。何階建てかにもよるよね。めんどくせえ。組員もこんなのに付き合わされてたまったもんじゃねえわな。神田を探せ。さあ行くぜ。力也ちょっとかっけえな今の。おっと、いいものがある。うらー、いって、立ち上がれ。よいしょ。いやー、え、なにこれ、こんなんできんの。いやー、直接投げる。パワーがやばいって明らかに。この内田ってやつやべえな。ちょっとただ殴る。
よいしょ。あと誰いる、まだいるね。よし、ドロップキック決まったぜ。キルさんめっちゃ燃えてる。はい、気をつけろよ。ランプのついた部屋のどっかに観音が隠れています。なるほど、ランプね、覚えておこう。何やってんだあいつ、客なんかの。覗きに来んな。ランプがついた部屋か。あ、あんなとこにアイテムがある。ランプ、これは閉じてんのか。開いてる部屋、ランプついてる、あった、ここか。おれ、なんだなんだ、どうだ。あ、ごめんなさい、悪い。これはごめんなさい、そんなつもりなかったんで。あ、ランプ、ここか。なんだなんだ、なんだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、ていうかお前何のための、まあいいや、投げとこう。よいしょ。上の階段行けないのか、このまま。消火器は結構使えそうだしな。ベッド使いなさいよ、ベッド。なんで地べたに座っとんねん。なんのためのホテルじゃ。あ、二つあるぞ。これどっちかだな、多分。おい。なんだなんだ、くそ、あー、当たった、見つけた。やっちゃ、下に降りたな。オッケー。くそ、下の階に逃げやった。ちょっと待って。なんだ、絶対違う。くそ、無人か。うわなんだと、強い。いや、いや、キリュウさんも大概だよ。痛い痛い。まさか、ギャー痛い、くらえ。おぉ、いいもん持ってるじゃん、ちょうだい、それマジで欲しいわ。あ、痛っ、うらっ。なんか面白そうなもん持ってるからさ、ちょうだいよ。さて、どこだ、拾うたい、拾いたいがどこにあるか。あれ、なくなっちゃった、もしかして。じゃあせめてさっきのこれで、いけい、ギャー、ナイスショか。ただの事案でワロス。なんかいるね、ただ俺はこれを使うよ。使い込まれた金属バット、ゴボア。こいつ強えな、よろけが効かねえ。ジェロー、あの野郎。え、どうやってやんのこれ。とりあえずこいつ結構やばいかもしんない、どうしよう。えい、にゃー、そうだ、くれ。やばい、今だ、逃げろ、ダメだ、逃げれねえ。ガードか。強引にぶん殴る。下行ったな、そういえば。よし。お、いいもんがある。よいしょ。俺はこれを使うぜ。さあ、どこだ、神田。あ、待って、敵、これ敵じゃない。あ、見つけた。大量生産の刀。なんだなんだ、くそ、違ったか。あ、これ屋根を勘がする。ほーら、来た、だろうと思ってたよ。いやー、よいしょー、ほんの野郎。よくも、まあいいや、とりあえずここは無視でいこう。あ、ここか、ガンダー。あ、やだ、ごめんなさい。あー、これは失礼。そんなつもりはなかったんだ。ガンダー。あ、やべ、まだやだやだ。刀はまだ使えるよ。あ、ここはやってないのか。あ、開けたまま、開けただけか。あ、ここは？なんだ？かんだ！あー、ごめんなさい。違った。お楽しみのところ、これは失礼。とりあえずもうあらかた調べたのか。
じゃあそうです、下行ったっつやな。下へ降りましょう。下の階かもしれないからね。ここはまだ見てないね。カンダあーらやだ、ごめんなさい。違ったか。徹底的に間違うやつ。ここかな。あ、ここっぽいぞ。見つけた。しつこいやっちゃ。次は上行ったか。上だね。5階に行ったと。上に逃げやがったか。俺、刀はどこ行った。あ、刀は俺の。ああ、まあいいや。もうこの人がモーラを。ドスか。まあ悪くない悪くない。まずこの人倒して、で、落としたものをもらう。あ、ないな。あるよ。そこだそこ。まあ、とりあえず、ここでヒートゲージ貯めとくわ。ちょっとあえて。ヒートゲージを貯めてしまえば使えるものもたくさんあるよ。よいしょ。ギャーやることがえげつないのなんだ。ダメージがえげつない。やっぱり切ると、うー、切っちゃうよー。らいて、こいつ前の前で厄介だな。ちょっと意外とやばいかも。アイテム、どうしようかな。スタミナ、ここは幕の内弁当を使っちゃおうかな。回復、刀の、やばい、被害が、ちょっと、被害ってか、もったいないな。うわー、やられた。えい。仕方がないけど、ここにまだあるんだな。大量生産の刀。上行ったな。さあ、どこだ。まだ見てない神田がいそうな部屋か。神田、どっか閉じてるとこねえかな。ここじゃな、あ、これダメだ。ここ見たわ、もう。あれ？じゃあ上か、さらに一つ。神田。そうだよね。5階とは限らないんだもんね。あくまでも。よし、上行きましょう。ここにいないとなればもうそれしかないね。さあ、どこだ？まだ、あ、ここ開けてない。あ、やばい。うふって言ってたら多分これ違え。いやー、ごめんなさい。違った。違ったか。だいぶ違うよ。ごそごそ。ここっぽいぞ。神田、神田、あ、これ違う、違った。君本当にヤクザ、そういう見た目じゃないけど。てかどんだけこれいるんだよ、錦山組が。さてどうなんじゃ。ここかもしんない。なに、なに、何してんのよ。ここ違うでしょ、ここも違うでしょ、ここ行き止まりか。じゃあ違えな、さらに上だ。どういうプレイ。てっきり関西弁だから神田かなと思ったんだけど全然違ったわ。声で確認しようか。ここっぽい。あー、これ違うやつだ、めんどくさいやつよ。いやあ、ふざけやがって。ああ、赤い桐生さんの服が返り血でどんどんボロボロになっていくよ。キャッ、これ多分ち、あ、でも一応見てみよう。見てみよう。くそ、違った。すみません。くそ、面白みのね、もうちょっとなんかこうすごいことやってる人いねえのか。これ多分ちげえな。うふふ、カンダ、カンダ、うわ、なんだよ。どこ行きやがった。どこに座ってんのって本当思うけどさ。カンダ、わ、悪い、わ、悪い、ここじゃない。ふん、カンダ。いや、だから何してんの、邪魔したな。何してんの、本当にわからん。上か、さらに。そうなると。ここ違うもんな。あ、点点点あるかもしんねえな。なんだ？あ、当たった、当たった、ここだ。どこ？あ、あ、
奥の階段に向かったか。よし、刀を持っていくぞ。さあ次回、この向こうに神田がいるそうです。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。メイでした。またね。またな。逆回りだね。声高めだね。